Hey! 偏差値舐めるな俺たちを。俺たちは並べされて順列つけられ小さく前になれ。そんなのが俺たちの青春ならば、俺たちの命はどうして燃やすことができるんだ。偏差値なんて決めやがって、それを使ってせこい金儲けしている大人たち、そして偏差値なんかで人のことを見下したり、あるいは言われのないプライドを自分の中に溜め込んで、そして腐らせて思いっきり手足を動かせない、そんな大人にはなりたくない。だいたい偏差値を信じてるやつらって200万円ならいしかできないんだ。それ以外の運動、例えばそう、空を思いっきり飛び跳ね、そして山に登り海に潜って、この広大な宇宙の多様性を味わう、それは10歳でもできる、11歳でもできる、17歳でもできる。それなのに俺たちは中学入試から大学入試まで、この偏差値なんていう日本にしかない日本の風土病、この数字を信じ出され、そしてそれを盲信している大人たちに抑圧の構造、これは何なんだ、あまりにもひどいじゃねえかよ。こんなものを信じている日本っていう国の教育関係者、塾関係者、そして大学関係者、なんて出せんだおめえらよ。ふざけんな、ふざけんな、いい加減にしろ。ほら重等だ、俺たちの可能性は可能無限、それはすでに次がある、次がある、どんどん次に行けば俺たちの命はどん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 伸ばせる。それなのに、はい、この範囲で小さく前にしてくださいね、小さく前習いの仕方で君たちに偏差値をつけますよ、なんてくだらねえロジックを押し付けてやがって、いい加減にしろ、おいこら偏差値やろう、そして偏差値を信じているくだらねえ大人たち、それを押し付けているくだらねえ大人たち、お前たちの時代は終わった。自由がここから始まるね。